ユネスコ国際教育局は、ユネスコの教育業務に含まれる、主にカリキュラム及び関連事項の専門機関であり、またユネスコのカテゴリー1に属する機関。第36回ユネスコ総会での決定により、より高い効果とより鋭い焦点を確保するために、IBE は、カリキュラム、学習、指導、及び評価に関連する範囲を業務内容として、定義された。また、 IBE は教育2030アジェンダの枠組みの中で公平、包括的、質の高い教育の提供を促進するためにすべてのユネスコ加盟国に合わせた技術サポートと専門知識を提供している。IBE が現在委任し、プログラムを行っている分野はユネスコ加盟国がすべての人々に包摂的かつ公平な質の高い教育を保障し、 生涯学習の機会を促進することを約束する教育2030アジェンダと目標4、持続可能な開発目標を目指す上で重要で関連性のあるものである。したがって IBE は SDG4 の最善の達成に向けた加盟国の取り組みを支援するために戦略的に位置づけられている機関であり、また公平かつ開発に関連する質の高い教育と 生涯学習の機会の提供と援助により、他の16の SDGs の実現を支援する機関でも、ある。1925年、ジュネーブのルソー研究所の前で、ピエール・ボベとジャンピア,ジア・ジャー・ビー・エイベは、エド・アル・クラ・パレードを提供。サイアップは、第二次世界大戦であった当時、本の贈呈を通して、囚人に、私的サービスを提供することを目的として開始された。このプロジェクトに、 情報提供した赤十字国際委員会が協力したことにより、サイアップは急速に規模が拡大し、終戦までに IBE は50万冊以上の本を囚人に提供した。 また、サイアップは、いわゆる、抑留、収容されている人用の大学と、捕虜収容所での研究グループも組織化。このサービスは当初、スイス連邦評議会によって、資金提供されていたが、需要の増加には、他の資金調達の代替手段を探す必要があった。ため、プロジェクトの資金を調達するために、IBE は1940年に郵便切手を、発行し、販売。 IBE は設立から44年間は独立した組織である。1945年にユネスコが創設された当時、IBE は教育プログラムの開発を支援しており、創設されたばかりの国連機関との多くの協力関係を確立した。1952年までには IBE とユネスコの間の協力関係を確立するための合同委員会を設立し、 公教育に関する国際会議を共同で開催し始めた。20年間の協力の後、IBE をユネスコと統合する契約が署名された。1969年、IBE はユネスコに参加。ただし、指摘及び機能的な自律性は IBE により維持される。IBE はユネスコのカテゴリー1に属する組織の中で最も古い組織である。もともと、 IBE は教育のあらゆる側面に関するサポートと研究を提供するために開発されたが、徐々に専門的に。2014年以降、局長門設マロペ博士の指示の下、IBE の主なイニシアチブを特に開発のための教育を促進するという文脈で、IBE の開発する質の高いカリキュラムを世界標準のものとして設定。他の重点分野には、 学習に関する神経科学とテクノロジーの時代に生きる上で必要とされる能力等が含まれる。IBE は主に IBE の3つの主な重点分野であるカリキュラム、学習、評価に含まれる6つのプログラムを動かしている。これらの6つのプログラムは、第1にイノベーションとリーダーシップ。第2に現在人間が直面している問題と重要課題。第3に 知識の創造と管理。第4に品質と開発の関連性の体系的な強化。第5にグローバル対話に必要なリーダーシップ。そして、最後に、制度的及び組織的開発。1938年の第7回公教育に関する国際会議。IBE は1934から2008年に ICE を組織しました。1934年から2008年まで。 毎年 IBE は公教育に関する国際会議を開催した。ジャンピアジェとペドロロッセロ副局長は教育分野の研究者や実務家と教育大臣を結びつける交流の場を設けるために会議を行った。インクルーシブ教育、質の高い教育、教員、指導者の強化などのテーマで合計48のセッションが行われた。年以来、 IBE は文化、開発、経済学、倫理、性別、法説、政治、社会学、持続可能性、教育の分野に関わる、カリキュラム、学習、および評価に焦点を当てた学術的比較ジャーナル、プロスペクツを編集している。スプリンガー・ネザーランズが発行しており、英語、アラビア語、および中国語で閲覧可能。1937年。 パレ・ウィルソンの IBE 図書館、IBE 図書館は IBE が教育雑誌を1930年代後半に旧国際連盟の図書館に移し始めた時に開始された。もともとマレシェ通りに位置し、ジュネーブの歴史的なパレ・ウィルソンの建物の一角にも存在していた。IBE 図書館の注目すべきコレクションには、 世界で使われている歴史に残る教科書や IBE 歴史的アーカイブ1925から1969がある。IBE 図書館は教育者、心理学者、研究者に90年もの間サービスを提供してきた。IBE 歴史的教科書のコレクションは18世紀初頭から集められ140以上の国から100以上の言語で、 書かれた2万以上の諸島及び中東教育の教科書とアトラスで構成されている。コレクションの中には、次のような現在では希少な言語で書かれた教科書も保管されている。グアラニー語、ルバレ語、マオリ、及びゲール語。i b e ヒストリカルアーカイブス1925から1969は、20世紀初頭から1960年代の 現代的で創造的な学習方法への教育の進化をたどるユニークなコレクションです。この中には、ピエール・ボベやアドルフ・フェリエールなどの有名なスイスの教育者が所有していた写真、手紙、原稿、メモなども含まれています。具体的には、アーカイブは IBE の創設者の多くが不可欠な貢献者であった新教育運動の発展と進化を 内政的に示しています。ありがとうございます。